ドリーマーズチューン。バンドリプレゼンツドリーマーズチューン。ラジオを聞いているあなたたち、バンドリに全てをかける覚悟はある？ある。ロゼリアボーカル担当、湊雪乃役の相葉愛乃です。皆さん、ハロハッピー。ハロハッピー。ハロハッピーワールド。ドラム担当、松原かのん役の豊田萌です。日本放送からお届けするバンドリプレゼンツドリーマーズチューン、ラジオの前の皆さんにバンドリの魅力をたっぷりお届けするプログラムです。はい、はい、ベルーナドームお疲れ様。ありがとうございます。はい、無事バンドリスペシャルライブガールズバンドパーティー2020から2022、そしてブチロード15周年記念ライブインベルーナドームが終了しまして、はい、感想が読めます。読める。やった、言えるよ。ちょっとね、はい、私は見ることができなかったんですけど、いろんな話をね、周りからも聞きまして、はい、めちゃめちゃ楽しかったという声がたくさん届いてました。なんと、そら嬉しいな。そうなので、今日はもう感想祭り、皆さんからね、届いているということなので、おメールがね、たくさん読んでいこうと思います。今度はベルーナドームのライブ2日間を、やだやだ、2日間もやったのすごいよ。振り返りたいと思います。いや、2日とも出たからね。2日ともでもすっごいいっぱいあるよ、話が。もう、あー、早くじゃ、もう早くオープニング締めよう。番組では皆さんからのメッセージお待ちしていますよ。宛先はメールアドレス bdp@1242.com、 bdp@1242.com、 また番組公式ツイッターアカウントをフォローしてね。ハッシュタグドリーマーズチューンをつけてどしどしご投稿ください。それでは今夜のオープニングナンバーです。あー、よかったですね。いきますよ。レイズは睡蓮×ハローハッピーワールドで、ダスハピーポー。バンドリプレゼンツドリーマーズチューン、この時間はブシロードがお送りします。バンドリに全てをかける覚悟はある。バンドリプレゼンツドリーマーズチューン、相葉愛乃と豊田萌がお送りしているドリーマーズチューン。それでは早速感想いっぱい読んでいきますよ。いえ、どんどん行こう。カタカナで琥珀さんからです。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。ライブに参加しました、私は大学の課題が修羅場だったので、配信で参戦しました。ありがとうございます。もう言いたいことは山ほどあるのですが、全部言うとめちゃ長くなるので、一晩ずと二言ずつ感想を書きたいと思います。ありがたい。モニカ、トップバッターで緊張する中でも堂々とした登場、そして演奏、特に、フレームオブホープの入りはとってもかっこよかったです。ハロハピ、まさかのユウキチのサプライズ登場からのウィーキャンフレフレで胸熱、ミックが他のメンバーも連れてきたいと言っていた中に美咲も入っていたのには、ハロハピへの愛を感じました。アフターグロー、ゲームからそのままランが飛び出してきたようなアヤネル、アヤネルが歌っている姿を見て改めて独奏秀作がとんでもない曲だということが分かりました。パスパレ、過去のライブ映像が流れて会場にはいなくてもアミタの存在を感じられました、いつか5人で歌うクインティプルスマイルと、トゥインクルサークルが聴ける日が来るのを願っています、
ラス、うん、バックバンドも務めて今回一番の演奏量なのに自分たちのステージでも圧巻のパフォーマンスでした、うん、さて何人の首が飛んだのでしょうね。わらロセリア、うん、アフターグローも出ているステージで、パッショネイトアンセムを選曲したことには何かの意図を感じました、うん、それとアイアイじゃなくてユキナさん、うんうん、円の大きさが変わっても円周率は変わりませんよ。ちょっとこれどういうことですかね2行で伝えたい気持ちこれだったからそしてポピパ、うんうん、演奏している姿から楽しいという気持ちがこれでもかと伝わってくる、うん、これぞポピパって感じのライブでした、うん、ライブビヨンドでアイミンの涙にはこちらも込み上げてくるものがありました、うん、結局超長くなりましたが最後に今回の演奏順がフィルムライブの演奏順と同じだったのはめちゃエモでした、うん、最高のライブ最高の一日をありがとうございました。全バンドの感想をいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。いやもうほんとすごいよ、うん、モニカもねすごいなんか、うん、なんて言ったらいいか分かんない偉そうに聞こえるかもしれないけど、いやいやほんと上手というか、うん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 、すごい成長が、まあ、もちろんねもともとプロの方もいらっしゃいますけど、うんうんうん、やっぱまとまってってるというかね、トップバッターってね、パフォーマンス、ね、演奏もそうだしパフォーマンスもそうだし、うん、ハロハピね、そうゆうきちがねサプライズ登場、そうだよ泣いてたそうゆうきち泣いたって話もうすぐ回ってきました、回ってきたゆうきちがね、うん、泣くことによって私ね裏でね、うん、もらい泣き相葉さん無理みたいな、相葉さんすぐもらい泣きしちゃうんだから、無理って言ったらゆうきがそれカシャーカシャーって泣きそうとめっちゃ想像できる、いやもう本当にでも、うん、ね言いたいことわかる、他のメンバーも連れてきたいって言ってたよ、言ってくれてる嬉しい、私も連れてかれたい、うん、本当に見たいと思ったねえ、うん、見たいよね、そう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 、アフターグローもね、うん、アヤネルの写真見るたびにランダーって思ったもん、ランダーよね、あの毎回ちゃんとメッシュ入れてくれるじゃん、そう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 、赤のね本当にエモいよね、エモいでパスパレ ねそうよ、かる、まあ、やっぱアビタのさパフォーマンス存在感すごいからね、すごいよ本当、あやちゃんといえばというアビタのキラキラのねアイドル、あのアイドル感出せない出したいよ、あの、うん、出せないと思う出せるよ、アイアイならでも言えないよ誰も、それは本当にいやアイアイならいけるよって今言おうとしたんだけど、ちょっと嘘つけなかったよね、ちょっとね、ごめんごめん、いやでも本当にすごいじゃんそうね、うん、いやさすがです本当にね、ステラスもね、ね、そっか、バックバンドも務めてっていろいろやってくれてたんだもんね、そう、ハロハピとアフターグロー、そっかそっか、そう、曲やってからの自分たちの楽曲、首飛んだだろう ね首が飛んだだけ聞くとさどういうことってね、どういうことってなるけど、ラスはやっぱりね激しいからね、ヘドバンをね、ヘドバンしたりとかね、ストロゼニアのこの2行で伝えたい感想の1行が、あの円の大きさが変わっても円周率は変わりませんよっていうツッコミをどうしても入れたかったっぽいんだけど、どういうこと、まあ、分かんない方もいると思うんでね、うん、その MC の中でウェーブをやりたいってなって、うんうんうん、ウェーブをやってもらったんですよ、うん、皆さんに、うん、そしたらそのベルーナドームが広すぎて、うん、アリーナとそのスタンドの差ができちゃったのね、うんうん、そのウェーブの速さの差が、なるほどね、うんうん、でこんなに違うって思わなくって、うん、びっくりしたわけ私、アリーナこんなに速いのにうん、うん、スタンドはめちゃくちゃこうゆっくり流れていく、うんうんうん、あー綺麗みたいな、両方なんか波打ってるみたいな、すごい、うんうん、ステージから見てて綺麗だったので何が違うんだろうってなって、編集率が違うんだってポロって言ったら違うよユキナみたいな、リサからの声が聞こえてユキナさんそれ違いますよってまたアコからの声が聞こえて、ほんと申し訳ないんだけど別に笑いを取りたくてこちら喋ってるわけじゃないのよさすがです相葉さん、真面目にね、真面目に感動して、真面目に編集率だからそう違うからだって言ってアホすぎるのよ、いやいやほんとさ、また私とその会場のなんか温度差みたいな、私は普通のこと言ってると思ってるのに、うん、やっぱそうなるとお客さん会場が浮くんだよね、なんかいやもうそれがお家芸ですもん、いや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 相葉愛なの、悲しいのよさすがです、本当に誰だよロゼリアコミックバンドって言ったやつ違いますからマジで、だとしたらもう私のせいだから、もう本当にもう喋らんとこかなって思うレベルで反省した、真面目に言ったのもね、真面目に反省した、あとポピパ ね、うん、そうもうポッピンパーティーさんのさ演奏ってさ、もう本当見てるだけで元気もらえるしさ、うん、
キラキラドキドキってこういうことなんだみたいな、ね、なんかかっこいいもあるんだけどやっぱ楽しいみたいな、楽しさすごい伝わってくるよね、ポピパってね、本当にアイミーの涙をもらい泣きするよ。そうそう、もらい泣きした。うん、終わった後のみんなのなんかツイッターとかインスタもすごいキラキラドキドキしてた、うん、ポピパ最高ってみんながさ書いてたりしててさ、いや本当に嬉しかった、見てるこっちも本当にこれがバンドリだってなった、やっぱトータルで、うん、そうね、バンってなった時にこのキラキラドキドキがバンドリだみたいな、閉まるよね、閉まるポピパがね最後はね。本当に、はい、はい、もう一つ行けるかな、行きますかね、ラジオネーム、さくやさんからです。ありがとうございます。あいあいさん、もえさん、こんばんは。こんばんは。初めてメールします。うん、あいあいさん、先日ベルーナドームにて行われましたバンドリスペシャルライブ、お疲れ様でした。ありがとうございます。現地参戦しましたよ。はい、あれだけのバンドリキャストが揃うまさに夢のようなライブ、うん、現地で見れて本当に良かったと思っています。ありがとうございます。特にロゼリアとアヤネルさんとの共演レッドバイオレットは劇場版の振り付けを再現してくれていて、お互いの指打ち、ハイタッチ、顔面を突き合わせての歌い合いなどめちゃめちゃすごかったです。アヤネルさんといつかやることを意識してアイアイさんが考えた振り付けなんですよね。うん、お二人でなければ実現されなかった振り付けってことですよね。素晴らしいライブを本当にありがとうございましたとのことです。嬉しい、何これめっちゃ見たい。いやそうなんですよ、これはフィルムライブを作る時に、うん、共演の振り付けもっていう話でつけさせてもらったの。え、そもそもそうフィルムライブの時点でってこと？あ、そう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 、だからユキナとランをこういう風にしたいですっていうのを振りはお伝えしてて、である程度のステージングもちょっとやってたんだけど、うんうん、最後ユキナとランが顔を見合わせてガッて寄るっていうのは多分言ってなくって、それはアニメーションのその制作の方がやってくださったりとか、うんうん、そう、うん、でもハイタッチは私がやって、どうしてもやりたかったのね。すごい、その時点からもう仕込んでたのね。そう、うん、でいつかライブできたら、うんうん、っていうのを想像しながらやったので、フィルムライブってやっぱライブのさ、うんうん、映画というか、だからもうどうしてもなんかやっぱライブ想像しながらずっと作ってたから、うんうん、夢のような時間でした。さすがだね。そう、そりゃすごい。でそれを本当に再現、今回夢が叶ったってことだね。そう、あやねもしてくれて、うわ、いやでも大変だったと思うよ。こういざ合わせてみたら曲だったみたいなこともあって、うんうんうん、ちょっとやっぱ私がさ左右あれこれどっちだったみたいなことがあってごめんこれユキナとラン逆だったわっていうのにも、うんうん、あやねはちゃんと対応してくれたし、うん、そう、でもね本当にこれ楽曲がめちゃくちゃ難しくって、ボーカルもそうだけど絶対難しいと思う、楽器がめちゃめちゃ難しいの、うん、で私は本当にこれ初めて合わせやった時に、うんうん、感動した。もうそれぞれの楽器の熟々どこどこに、熟々どこどこに急にもう本当にね、うん、なんかもうみんな本当にもう本当に細部まで聞いてほしい楽器の音ちゃんとね。やばい、もちろんボーカルももちろんだけど、もちろんそうだけど楽器のね鳴ってる音もね、本当に努力のたまもんメンバーの、うわ、目口ずっとどこどこしてたし、いやすごいよね。だってロゼリアのライブ見に行った時に本当に感動したもん。そのなんか別にそのあれだけど、うん、声優さんができるレベルを超えてる、いよその本業それだけじゃないじゃん、いろんなことをさ、うん、みんなやられてるじゃん。 その中でその忙しい中であそこまでのクオリティはもう相当な努力だよ。みんな黒春もユッキーもさ、うん、のんちゃんもめぐちーももう本当にすごいから、うん、もう頭上がんないもん本当に。いやそれでそこにアイアイの声が乗るからさらにロゼリアは最強なんでございますよ。本当ありがたいですよ。なんかブルーレイとかにならないかな、ね、これマジでいやいけなかった人たちからすると ね、いや本当にね絶対見るべき。見てないっていう方はもうマジで本当に意識した。カメラワークとかもさ、うん、フィルムライブの感じでさ、あそうちょっとねリンクみたいな感じで、ね、あとさ、うん、ブレードも赤と紫みたいな感じでレッドバイオレット。これは感動でしたよ。本当に絶対見たい一曲です ね、 ね、素晴らしい。聴いてるだけでもテンション上がっちゃった、ね、そう、それぞれやっぱコラボができたっていうのも強いですね、うん、今回のガール素敵なライブガールズバンドパーティー、うん、はい、ご来場いただきました皆さん本当にありがとうございました。配信もありがとうございます。この後は声出しライブの2日目のお話もできたらなと思っていますよ。お楽しみに。
アドレス、メールアドレス bdt@1242.com。 アイマイナと豊田萌がお送りしているドリーマーズチューン、ベルーナドームのメール後半もご紹介していきましょう。はい、タコウインナーさんからです。おいしい、ありがとうございます。アイバさん、トヨタさん、こんばんどり。こんばんどり、ガールズバンドパーティーとブシロード15周年ライブお疲れ様でした。ありがとうございます。どちらも現地参加しましたよ。ガールズバンドパーティーでは全7バンドでの歌唱もあったり、ブシロード15周年ライブでは声出しありで盛り上がったりと最高の2日間でした、このような素敵なライブまたやってほしいですとのことです。ありがとうございます、ね、声出しライブどうだった？もうね、圧巻だった。いやだって何年ぶり？いやもう3年が過ぎてんじゃないかな約3年ぶり。ファンの人のさ生のさ声援聞けてなかったって話よね。いやもうほんそうだよ、うん、なんかやっぱ声がねこう漏れるみたいな瞬間あってもやっぱうわーってさ、うんうん、ガーって出せるさ声とやっぱ違うわけじゃない、うんうん、なんかもう本当に感動して、私そのファイヤーバードを2日目やった時にセンターステージで歌ってたんだけど、うん、ララをどうしても生で聴きたくて、うんうんうん、ララララララ、そうイヤモニを外したの片耳、うんうんうん、そしたらベルナドーム大きいから、うん遅れてきて、そう音がね、そうね、それだからイヤモニつけてんだ。そうそうそう何言ってるかちょっと、だからイヤモニつけてる。でもどうしてもみんなの声聞きたくって、そう聞きたくって外したらでもすっごいダイレクトに聞こえてきたんだけど、うん、その時に、うん、今の A メロぐらいかな、うん、楽器隊からなんかハテナを感じて、うん、私遅れてるんだって思って、バンって耳入れて。戻ったんだけど、映画言ってた。いやけど本当に感動した。遅れてもいいからそんなん聞きたいに決まってるもん。ああいやもう本当にやばい。マジでそうだよね、うん、だってアイミンにもさ会う機会があったんだけどさ、うんうん、そうアイミンも言ってた。いやさすがにちょっと感動しちゃったし、なんかもちろん全員そうなんだけども、うん、全員が大人気アーティストだったって、ね言ってた。いや本当にその声援がすごすぎて、なんか想像してた倍だったって言ってた。いや本当に、うん、なんかその人数ももちろんそうなんだけど、うん、やっぱりみんなもこう出したいっていう気持ちが多分溢れてて、うんうんうん、なんかラスさんがね声の出し方忘れたかみたいな、うん、煽りでかっこいいそう言ってて、うん、でも忘れてなかったよみんな。すごいすごかった。いや多分泣いちゃうかも。いやいやその場にいたらもうね、うんもう泣きそうだったよ本当に。正直、ね、あんなのダイレクトに受けて、うん、てかファンのみんなが泣いてんじゃないな。出せたって言って、いや本当でもね声出しも途中で発表されたんで、うん、そうだそうだそうそう、だからねそういうこともあってね、瀬戸に変えたの。え声聞きたくって。でも確かにあいみもツイートしてたね、うん、そういう感じの。そうでも何がすごいって、うん、声出しで瀬戸に変えるほど声出しってそんな影響あったんだって。確かに思うよね。なんかさ声出しが当たり前だった時はさそこを考えてセトリ組まなかったもんね、うん、確かにね。だからなんかそのコール&レスポンス、うんうん、多少なりとは、まあ、なんかそのもう少しここみんなに声出してほしいよねぐらいでこうここ入れ替えるとかはあったけど、うんうん、こんなにもどこで声聞きたいみたいなさ、みんなの声をこんなにも求めてる自分たちみたいな。確かに。いやなんか言い方あれだけど失ってから気づくじゃないけどさ、本当に本当にそれだね。いや求めてます。まだねしばらくはその、うん、いつ OK 出るか分かんないですけど、ねうん、OK のライブがある時は皆さん本当に私たちに声を届けてほしいです。で求めておりますあなたたちの声、お願いします。はい、皆さんからのメールをご紹介しました。それではここで一曲お送りしましょう。サークルサンクスパーティースペシャルバンドでサークルサンクスミュージック。お互いを知るほどに
バンドリ公式 YouTube チャンネルバンドリチャンネルにて毎週木曜日22時からバンドリ TV ライブ2022を生放送でお届けしています。そしてバンドリのライブが楽しめる番組バンステの傑作選を23時から地上波放送と YouTube にて同時放送しております。毎週木曜日のバンドリの時間をお楽しみに。若者を中心に人気を集めているアパレルブランド WeGo とバンドリガールズバンドパーティーのコラボ第6弾が実施決定しました。WeGo ゴーカートオンラインストアでは12月2日金曜日から WeGo 店頭販売は12月10日土曜日から販売開始予定です。コラボの詳細はバンドリ公式ホームページをご確認ください。レーザースイレンニューシングル The Way of Life が11月30日にリリース。ブルーレイ付き生産限定版には昨年開催のゼップツアー追加公演横浜公演と今年6月に富士急ハイランドコニファーフォレストで開催された単独ライブオーバーキルの模様がダブルで収録されています。初回生産分には3つのライブの先行抽選申し込み券が豪華封入。来年2月に開催されるポッピンパーティーとの合同ライブに加えて5月に開催されるブシロードロックフェスティバル2023、翌日のレーザースイレン単独ライブの抽選申し込み券が封入されています。ぜひゲットしてください。12月14日バンドリガールズバンドパーティーカバーコレクションボリューム7がリリースされます。各バンドの主曲のカバー楽曲全14曲が収録。ブルーレイ付き生産限定版には今年3月に放送された5周年記念アニメ2話分が収録されます。リリースをお楽しみに。来年2月東京有明アリーナでバンドリイレブンスライブが開催。2月4日土曜日はポッピンパーティーとレーザースイレン、5日日曜日にはロゼリアとモルフォニカが出演します。チケットの最速先行抽選申し込みが12月5日まで受付中です。申し込み券は各バンドの最新シングルに封入されています。初の組み合わせでの合同ライブ熱い 2days ぜひお越しください。以上番組からのお知らせでした。あいまいなと冨田萌がお送りしてきたドリーマーズチューンエンディングです。いやめちゃめちゃ感想喋れたんじゃない。喋れた。でも全然話足りないけどね。いやこれは行った人はもちろん、行けなかった人はもう絶対に見たいから、ね、早ブルーレイお願いします。確かに。あとはなんか各バンドの話聞きたいです。そうね、もっともっと細かく、ね、そう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 、来ていただいてあの時どうだったみたいな、ね、それこそアヤネル来てほしい。共演ネットバイオレットの話とか掘り下げたいな。なんとしてもね。そうよ、各バンドのね方々をぜひゲストに呼んでいただいて、ゆうきちとかも ね今回初めてそのバンドリのライブのステージに立ったっていうので感動してたから、うん、皆さんのね、うん、その各バンドの裏話も聞きたいです。聞きたいぜひぜひよろしくお願いします。はい、番組ではメッセージをお待ちしております。 bdp@1242.com また番組公式ツイッターアカウントをフォローしてハッシュタグドリーマーズチューンをつけてどしどしご投稿ください。そして今回の番組の模様は響きラジオステーションにて明日11月29日火曜日17時から配信です。
公式 YouTube バンドリチャンネルでもご覧いただけます。響きラジオステーションで無料の会員登録をすればおまけコーナーもあります。楽屋裏を聞くをクリックしてお楽しみください。はい、バンドリプレゼンツドリーマーズチューン、ここまでのお相手は相葉愛菜と豊田萌でした。それではバイチューン。バンドリプレゼンツドリーマーズチューン、この時間はブシロードがお送りしました。